こんにちは。歴ショックです。今回は、織田信長の宿老として、織田家の勢力拡大に大きな役割を果たした柴田勝家の子孫は、その後どうなったのか紹介します。柴田勝家は、織田家の猛将として、その名を轟かせ、鬼柴田、かかれ柴田、亀割柴田といった異名を持つ武将です。北陸方面で、一向一揆や上杉氏の勢力と戦い、上杉謙信の後を継いだ上杉景勝を滅亡寸前まで追い詰めるなど活躍します。しかし、本能寺の変後の信長の弔い合戦で、豊臣秀吉に後れを取り、清洲会議で織田家の主導権を秀吉に奪われてしまいます。やがて、賤ヶ岳の戦いで秀吉に敗れた勝家は自害し、秀吉は天下人への道を邁進していくこととなりました。勝家は、賤ヶ岳の戦いでの敗戦により、歴史の表舞台から姿を消しますが、その後も、勝家の柴田家は、その系譜を後世に伝えていたのです。今回は、柴田勝家の子、養子たちは、どのように戦国時代を生き延び、江戸時代、明治時代まで繋がっていったのか紹介します。戦乱に巻き込まれ亡くなる。柴田勝家の実子たち。柴田勝家には、柴田勝里と柴田勝忠という二人の子がいました。しかし、二人とも母親の身分が低く、庶子という扱いであったため、詳細な記録が残っていません。母親の身分が低かったことから、勝家の家臣によって養育されています。このうち、長男の勝里は、勝家に先立って早くに亡くなっています。桶狭間の戦いにて討ち死にしたとも、上杉謙信との戦いである手取川の戦いで討ち死にしたとも言われています。勝家の次男、柴田勝忠は、遅くに生まれた子で、勝家の側近であった免寿勝輝によって引き取られ、勝輝の子として育てられます。やがて、賤ヶ岳の戦いで、柴田勝家が豊臣秀吉に敗れ、養父であった免寿勝輝も、勝家の撤退のために自らが犠牲となって討ち死にします。北の少将も落城し、勝家は自害しますが、勝忠は北の少将を脱出し、養父の姓を名乗って、免寿勝清と名乗るようになりました。その後は、豊臣秀吉の家臣、大谷義継に仕えます。やがて、勝清は関ヶ原の戦いにも大谷軍の一員として出陣、小早川秀明と激戦を繰り広げ、討ち死にしました。勝清には、輝政、義輝という二人の子がいたと言いますが、いずれも早くに亡くなっており、柴田勝家の血筋はここに途絶えることとなりました。また、柴田勝家は、清洲会議の後に、織田信長の妹であるお市の方を正室に迎えています。しかし、一年後に賤ヶ岳の戦いが起こり、お市の方は浅井長政との間に生まれた三人の娘を逃し、勝家と共に自害しました。そのため、お市の方との間にも、勝家の血筋は残ることはありませんでした。旗本として明治時代まで続いた、柴田勝政の家系。柴田勝家は、勝家の姉妹の子を養子としており、柴田勝政、勝豊、勝利という三人の養子がいました。このうち、柴田勝政は、勝家の姉と佐久間盛嗣との間に生まれた子でした。勝政の兄には、その勇猛さで勝家を支え、鬼玄馬と称された佐久間盛政がいます。勝政は、勝家の下で、一向一揆との戦いなどで活躍、福井県にある勝山城を築き、勝家を支えました。しかし、賤ヶ岳の戦いで、討ち死にしてしまいます。一説には、四国に落ち延びたとも言われており、徳島県には、勝政のものとされる墓が残っています。勝政の子、柴田勝重は、母の実家である姫野氏の下で養育されました。母方の祖父にあたる、姫野高義は、元は織田家臣で、後に、秀吉の下で、小田原征伐などで活躍。信濃の国の諏訪湖沿岸の高島城3万8000石の城主となった人物でした。勝重は、関ヶ原の戦いの直前の1599年に徳川家康に召し出され、神津家の国で2000石の領地を与えられ、関ヶ原の戦いにも徳川軍として参加します。その後、
大阪の陣にも徳川軍として従軍し、首級2つを挙げる活躍を見せ、現在の東京都三鷹市のあたりで500石を加増、2500石の旗本となりました。勝重は54歳で亡くなり、三鷹の春生地に葬られますが、現在も勝重の墓は春生地に残っています。勝重の後はこの柴田勝興が継いでいます。勝興は将軍の親衛隊である書院番を務め、敦賀の国の佐田峠の道路改修の奉行を務めています。そのこの柴田勝門の代には天保改易となった大名の城の引き渡し任務を次々と担当し、日光の造営にも従事したことから、かつての領地であった越前守へ叙任される栄誉を受けます。さらに1000石を加増され、領地は3000石を超え、上級の旗本である寄合に列することとなりました。やがて勝門はその所領を三河の国の交通の要衝である岡崎の元宿に移されています。元宿は幼少期の徳川家康が手習いを学んだという宝蔵寺の門前町で、柴田家は徳川家ともゆかりの深い地を任されることとなりました。勝門の後は勝富、勝貞、勝弘、勝光と続いていき、勝光に跡継ぎがいなかったことから、末子養子として旗本の坂本直重の子の柴田勝房が入り、柴田家を継ぎました。この頃は、10代将軍徳川家春の治世となっていました。坂本直重は、柴田勝富の子で、坂本家に養子に入っており、その縁もあって、勝房が柴田家に入ることとなりました。勝房は、柴田勝家以来の柴田家祖先の追慕を行っており、勝家の孫にあたる旗本柴田家の祖柴田勝重の眠る三鷹の春生寺に柴田家の自席を記した文書を奉納しています。この文書によると、三鷹の勝淵神社には柴田勝重が北の省城から落ち延びる際に勝家に渡された黄金の兜を後年勝重が埋めて祀ったとされており、今でも勝淵神社に兜塚として残っています。柴田家は柴田勝又の代に幕末を迎えます。柴田勝又は新政府軍が江戸に迫り、江戸城総攻撃の準備に取り掛かる中、新政府に勤労証書を提出し、新政府に従う姿勢を見せました。その後勝又は柴田勝政に家督を譲り、勝政は新政府から本領安堵の通知を受けます。しかし大名ではなかったため、与えられたのは年貢の徴収権だけで、領地の支配権は府県に属することとなったため、柴田家は三河の領地の支配権を失うこととなりました。やがて柴田家の領地は三河県と徳川家の静岡藩との間で帰属問題が起きますが、最終的には静岡藩に帰属し、旗本としての柴田家の歴史は幕を閉じることとなりました。勝家の他の養子たちのその後、柴田勝豊、柴田勝利、柴田勝家には柴田勝政の他にも勝豊、勝利という二人の養子がいました。そのうち柴田勝豊は勝家の家臣である吉田治平と勝家の姉の間に生まれた子です。早くから勝家の養子となり、柴田家で活躍、現存十二天守の一つとして現在も残っている福井県の丸岡城を築き、4万5000石の大名として勝家を支えました。やがて清洲会議後に柴田家の領地となった近江長浜城主に選ばれ、柴田家の最前線を担うこととなります。しかし勝家は同じ養子でも勝豊よりも柴田勝政を優遇したといい、冷遇された勝豊は次第に勝家に反感を抱くようになります。即王豊臣秀吉に疲れ、大谷義継の調略を受けた勝豊は城ごと秀吉側に寝返ってしまいました。寝返ったものの、病に伏せっていた勝豊は静ヶ岳の戦いが始まる直前に死去。子もいなかったため勝豊の系譜は途絶えることとなりました。もう一人の養子柴田勝利は勝家の妹の子でした。勝利は織田家の重臣滝川一益の娘を妻としたと言われており、柴田家の未来を担う若者として期待される存在となっていました。しかし勝利は静ヶ岳の戦いで一人敵軍の中に突出する形になってしまっていた柴田軍の主力の佐久間盛政を説得するために
勝家の陣から派遣されたところを秀吉軍に捕まってしまいます。そして秀吉軍によって切られてしまいました。勝利は若くして亡くなりますが、子を残していたといい、勝利の子と言われる柴田勝春は筑後柳川藩主の立花宗茂に仕えることとなります。勝春の子孫は柳川藩主として続いたといい、柳川の柴田家からは勝家の肖像画として有名な絵が伝わっています。織田信長の右腕として勢力拡大に大きく貢献し、北陸を中心に大勢力を誇った柴田勝家。勝家は賤ヶ岳の戦いで秀吉に敗れ、柴田家は散り散りとなってしまいましたが、江戸時代を旗本として生き抜き、その系譜を後世に伝えることに成功しました。現在でも勝淵神社に勝家の兜塚が残っていることからも、武勇に優れた柴田勝家は江戸時代になってからも人々の尊敬を集めていたことがわかります。家自体は細々と続きながらも、信長の有力家臣として人々の心に深く根付いていたことは間違いないでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。これからもワクワクするような歴史の話をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録をお願いします。他にもたくさん歴史の動画を上げておりますので、よかったらこちらもご覧ください。